これ10年ぐらいじゃないですか。ですよね。なんか近いけど、もうちょっと色もうちょっと色はっきりしててもいいんだけど、何行きますか。終わったでしょ。え、ちょっと何言ってますか。行きますか。行きますかじゃねえんだよ。なんだよ。行きますよ。何も聞いてねえんだから。頑張りましょう。あったとわかんねえな。前もって言えっつんだよ。前もって前もって言え。ほら、申し訳ございません。何なんだよ。何あれ俺の本当全部どれこんなね、こんなのどれ持ってきていいかわかんないから全部持ってきたな、これ。そうだよ。はい。サンダル。わあ。よし。ああ、最悪だ。最悪だ。いやー、やっぱ話題だけあってすごいですね。もう満車ですよ。申し訳ございません。さあ、ということで、今からこの林の中を抜けようとするんですけども。ここはね、はい、ナマズが見れるそうです。ナマズっていうのは、ナマズは別に普通に最上川にもいるしね。パンダナマズ。パンダナマズ。はい。前方大江さんは元々人面魚で有名だったんですね。そうです。はい。昔から。人面魚で有名だったんですけど、私でも幼少の頃は、なんと、うん、パンダナマズが現れたということで。へ、はい、このパンダナマズを探してみたいと思います。はい、ここが有名な。はい。帰れません。やめてもらっていいですか。池がね、ここがだ海抜の何でしたっけ。海抜の池。海抜の池だ。はい、海抜の池。海抜の池で、はい、こちらね、餌の方を買ったんですけども、あ、こちらね、一緒にいっぱい鯉がいるんですよね。鯉います、これ。はい、ということでこの鯉をちょっと寄せるために餌を撒いて、はい、でちょっとナマズの方、本命ナマズの方を探してみたいと。実は私は前回写真撮りに来たことがありまして、はい、バンバンやってるうちにナマズ普通に寄ってきましたから。ナマズも寄ってくるんじゃ。でもパンダじゃなかったけどね、普通のナマズでしたけど、ね、はい、じゃあ、はい、探してみましょう、はい、パンダナマズって何。普通じゃないナマズ。ほら、いるんですよ。すごいですね、ほら、こんな浅瀬まで。カメもいますよ、カメも。カメ今下に潜ってっちゃった。こんな浅瀬まで鯉が来てますね。あらら、ほら、貝、カメ、カメ、貝だった。貝、カメ、カメ。貝はいないですね。あ、カメ、ほら、陸に上がってきた。まあ、最上川にはいますけどね。なんたらミシシッピガメですか。もっとより高さが低いな。あら、カメが、カメは食べるんですかね。お、食べましたね。あ、滑り落ちた。なるほど。もうちょっと奥行ってみますか。はい、行きましょう。ここは山形県内の警察でいろいろここで保護するじゃないですか、こういう動物たちを。そしてそういうのをここで飼育してもらうみたいな感じになって、でここね、ここの動物を何かしてしまったり何だかしてしまうと災いが起きてしまうという。昔から言われてるそうです。あの甲羅つるつるのはスッポンかも。地面魚見たい方は、私のインスタグラムを開いていただくと載っけてますので。お、はい、宣伝も欠かさない。どうですか、いませんか。いませんね。ちょっとパンダっぽい行動すると寄ってくるんじゃないですか。いや、フォルムは三平さんの方がパンダっぽいんだけど。あの金色っぽいのはあれ可能性ないかな。どうですか、あの今こっち向かってきてるの。あ、すごい、寄ってきてる子がいますよ。あれ、先導役者に会いに来てますよ。濃いですね。普通の濃いだったかな。ちなみに遠くからももう一匹行きました。はるばる餌を食べに行きました。真っ金金の濃い。うん、こういうのにね、ちゃんと対岸にいるのかもしれないですね。ママ、これですよね。
なんか近いけど、もうちょっと色もうちょっと色はっきりしててもいいんだけど、うん、またちょっと周期で変わるのかな。あとこうやってぶつかって擦れたりとかあるっすからね。まずこんだけ堂々とするのすごいね。これすごい、なんかポスターみたいな錦鯉、綺麗な錦鯉。これとかやっぱりパンダは黒くなっちゃったかな。もう恋に押してもらえず残して押して、甲羅干ししてんの。頑張れ頑張れ。すごい。もう来た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 。ジャポーンって言ったの。あれすごいね。ちょっといいですか。ちょっと餌ちょうだい。いいよ。絵になってますか。見つけるまで帰れません。帰りますよ。ちょっとあっちの浅瀬もう一回行ってみますか。行きましょう。来ました、ノロ軍団。追いかけられてますよ、ノロ軍団。山品さん追いかけられてますよ、ノロ軍団。恋に追いかけられてますね。恋、恋、恋がね、恋。恋を呼ぶときは恋って呼ぶんですか。恋、こっちは恋。カモを呼ぶときは何て言うんですか。カモン。クマいたときは困ったな。イタビアイタビアなんだ。なんかそんなマニュアルにあったね。ねえだけ、ねえだけ、なんかそんな、なんか親父ギャグナンバーワン高山勝之さん。高山烈伝都市伝説と高山烈伝。今日のパンダナマズももしかしたら都市伝説かもしれないですね。はい、高武道がちょっと高武道来たらダメだよ、ここ。今日も何回も言ってましたからね。あれどこだ、やりづれな。あれどこだ、やりづれな、今日は。高武道、高武道走ってる。あなたが落としたお金はこっちですかって。万札の束。こっちですか。そっちですなんて、万札の方へ。お前は嘘つき、嘘つきだ。お前はここの池の鯉にしてやる。ありえますからね。ホラーじゃないですか、ね、ありえますからね。何いるか分かんないんだから、ここは。そうですよ、これだから私多分ここにジャパンと落ちてしまったらものすごい綺麗になってくっていうかもしれないね。キレ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 。今ナジオさんが頑張ってエフェクトかけてます。ポンジュまとまぜ。なんで急にフランス人に呼ばれ変わってますか。うわ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 。ほら、ナマズすごい、こっち。こっちの方がナマズ多いですよ。こういうのは好むのかな。ほら、もう鯉と鯉がぶっちゅしてますよ。ぶっちゅ。あ、ナマズもいる。あっちの奥にも出る、北国に。残念。はい、じゃあラスト、最後の餌です。いいですか。はい、ここでラストいきます。風が出てきた。これはもしや、うん、もしかしたらこれラストの最後の最後で取れたかあるんじゃないですか。これ予感がするかもしれないですよ。風、ほら、元気に育ってちょうだいね。はい、見事に真っ黒でございます。なんちゅう音出してんだろ。チュッパ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 してますよ。チュッパしてますね。船頭屋さんがリップサービスじゃないですか、これ。ありがとうございます。ということでいかがでしたでしょうか。今日は全ポーズさんにて今
話題のパンダナマズをちょっとご紹介しようと思ったんですけれども、何せねこれだけ自然のものですから、ちょっとね生き物の相手ですからね、私ども準備することもできませんのでね、こういう形になりました。さあ取れ高いかがでしたでしょうか。たっぷりあると思いますけれども遠藤役者が餌をやってる取れ高取れました ね、まあ、もしかしたらなんですけども、はい、ナマズはストレスを感じると白い変色しちゃうんですよ、結構真っ白まで白くなるんですよ。まあ、ちょっとテレビで見た神田ナマズはものすごい白だったんで、なんかアルビノかなとは思ったんですけども、ナマズっていう生き物自体は、ストレスとかこういった環境変化を感じると白い色になったり、あと白癬病という病気になったりもするんです。ちょっと白かったですね、そういましたよね実際に。なんかで環境に適応するとまたストレスが減っていくと黒が戻っていくんですよ。だからもしかしたら時間を置くと黒くなるかもしれないです。落ち着いてきちゃったんですね、でも見ての通りナマズなんかね、私もなかなか、見れることなかったんだけど、これだけ見れちゃうんだからナマズ。そうですね、だからもしかしたらまだタイミング次第ではまだ見られるかも。まあこれはあくまで三平さんの説ですから、そうですね、ここは分かりませんよまだ。ただね、本当に真っ白い、実際には本当にいるのかもしれません。出てくるかもしれない、人面魚も、今日はちょっとそれっぽいのは見ましたけど、ね、まあ、そういったこともありますんで、なるべく早めに、来ていただければと思います。はい、ということで本日は善法寺さんの貝ばみの池をご紹介してみました。ございました。はい、はい、ありがとうございます。人面ですよそれは人面人です人面人、はい、はい、次のユルマを探しに行きましょう、ユルマ行ってきます。はい、はい、山科探検隊レッツゴー、レッツゴー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.